金額はそっち次第でいいよ。それよかな、もう一丁頼みてえの。ライフルの強力なやつだ。いいだろう。一日ぐらい揃うよ。結構だ。組長、映画組を再建してくださいよ。それで、それでどうするんだよ。俺たちはもう我慢ができないんですよ。最近関西の西日本連合の連中が銀座の島を狙って動き出してきてるんだ。その銀座のど真ん中に海を離れたはぐれ者がいるのが目障りってわけだい。俺はそうは言っちゃいねえや。俺はどんなに金を積まれても立ち退かねえ。帰ったら郷原会長さんにそう伝えといてくれ。あんたと暮らしてた月日の裏通りのあの四畳半のアパートのことを思い出してるの。言えねえんなら俺が言おうか。お前ら、あの事件はお前らがやったんだ。俺たちが相談してどうしても陶芸会に人を吹かせるために。区長、1億ぐらいの銭なんか陶芸会がでかくなるために江川組が流した血の数に比べれば安いくらいのもんだ。バカ野郎、言葉を慎め。お前が必要以上に跳ね返りあるからこういうことになるんだ。